ネバネバさんがごちそうたくさん寄ってくる。でっかいのが2匹もいた。え、ネバネ、虫だまりかよ、もう。あ、そう、ルイの公開日誌読んでねえな。公開日誌、ルイ。あ、はい、これね。お、岩ピクミンと羽ピクミンか。よし。今日はここで終わりかな。虫だまり。あ、なんか狭そう、ここ。ひょっとしてこのフロアだけで終わりか？うわっ！うわぁ！全然手入れ行き届いてねえや、ここ。あ、広い。ポンカジがあるなぁ。あ、これが先に進むやつだ。ってことは2階ぐらいあるのかな？じゃあこれちょっと怖そう。OK。うん、これは吸いましょう。ただあの雲は羽ピクミの悪夢があるからな気をつけないといけないよし、これはこれは裏側からだよね。 こっち側から羽ピクミ、あ、岩ピクミね、ボコボコいけるってこと、内側から。おお、ちょそうじゃないな、これやばいやばいやばい、マジかよ。おい、ちょっとそれまず、この野郎、このかーなもうさもうまあもうもうもう腹の部分しか攻撃通んないってことかな。まあ、てか上行っちゃったから届かなかったのか、もともとしょうがないな。ちょっと腹いせに激辛スプレー使ってあいつ倒そうね。よいしょ、あ、いけいけいけ、みんないけ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 、よし、いけ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 、よーらららら、よっしゃー、お前が悪いんだぞ文句は雲に言え。こいつも、あ、こいつ、こいつ向こう、あー、この野郎か、いやでもちょっと、おーらー、いやー、しよ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 し、スプレー最高、スプレー最高、スプレー最高万歳スプレー万歳、スプレー万歳、ほんとに。よし、マザキミも生産生産、いいねー。よし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 、抜く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 、抜いて、マザキミお願いします。オッケー、で、この辺はみんなに、羽ピクにお願いしようかな。まあ、クボノスないから運べるっしょ。よし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 、で、これ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 、うん、お願いします。オッケー、で、これ壊そう。うん、OK、 ありがとう。で、この辺だな。ここは、あ、まああいつは裏側から倒すか、さすがに。うん、でこれ回収しよう。うん、で、あれは向こう側からか。で、これだな。これをまずこっそり岩ピクミで壊そう。こっそり壊そう。うん、よしよしよし、オッケーオッケー、ナイス。てか俺別にネバネバの影響受けないからいいんだ。じゃあ今まで二遊飲まらされた分、羽ピクミの逆襲が始まるんだ。ここから俺の羽ピクミに逆襲をしてもらおう、こいつらに。よし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 、ルートは決まった。激辛を使う。いけ、責任の恨み晴らしてくれようか。ちょっと待って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 待
激辛を使ったとはいえあれなんだ、やっぱ雲に後ろから羽ピクミンを向かわせるのはもう握手でしかないよ。資材を回収しよう、これも回収しよう、あとはないかな。お疲れ。よし、じゃああとは入ろう、ここだ。うんうんうん、よしよし、じゃあ先進もう、奥へ進む。あ、そうだ、待って待って、だから西見てなかったんだ、最近の西、ルイの西、あ、今日のごちそう、リップのマリネ、爪のクリームコロッケ、足と味噌の甲羅焼き、目玉の醤油漬け。余すところなく食べてるな。爪の、リップって上か、上のあのパクパクのところね、あそこリップなんだ、唇っぽいからか。爪のクリームが美味しそうだな、甲羅焼きもうまそうだし、目玉の醤油漬けが一番美味しそうだわ。うん、コクがあって美味しそう、うん、虫だまり、犬の住みか。あー、うん、で、ルイメモも溜まってきたな。ルイメモつか、ルイの公開日誌。よいしょ。虫だまり2回。え、まだ調査して 20% だ。あ、全然ここ深いわ、じゃあ。虫という虫がいるんだろうな。虫、虫フルコースみたいな感じか、ここは。あれね。あれはわー、これ壊されんじゃない。あー、壊されてはしないのか。でもちょっとこれ壊さない方が良さそうですね。まずはこの辺壊そう。すみません、このね、邪魔な虫も壊した方がいい。おーおーおー、なるほどなるほど、ちょっと邪魔だねこれ。オッケー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 、それはあいつだな、あいつ倒した方がいい。あいつはちょっとしんどいですね。え、潜っちゃった。オッケー。オッケー。戻っといてみんな。よし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 。こいつがね、意外とめんどくさいんだよな。この敵は、事故が怖いな。オッチンチ。オッチンチ、頼むぜ。おちち、違う違う違う、そうじゃない。おちち、こうだ。よし、頼むぞ。よしよしよし、オッケー、ナイスだ。よーし、これで憂いなし。ありがとう。で、俺たちこれやろう。よし、これを壊そう壊そう。あいつはこ、あの二口どっくりこっち側には多分投げてこないから。うん、いやいやいや、これ運んでもらおうかな。で、これ岩ピクミンとかに。で、オッチに壊しておいて、あれ。よしよしよし。オッケー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 。お、オッケーオッケーオッケー。で、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったから落ち着かせよう。よし、みんな持ってきて。よし。で、あの、こいつをやっちゃおう。よいしょ。うん。よし。で、ここは紫ピグミでいいと思う。乱れ投げで。ダダダーン。これで終わりよ。で、これは回収してもらおうかな。うん。で、これは白ピグミ欲しいね、やっぱり。どうしよう、羽ピクミン入れようかな。うん、オッケー。ピクミン4種類連れて歩くのも久々だな。あとは、あ、これ壊しといた方がいいわ。うん、じゃあ、オッチこれ運ぼう。で、終わりだな。あ、これ
これ育てよう。あ、でも向こうにもなんかある。あ、てか全然、あ、全然広いここ。マジか。こっちにも何かありました。これも壊さない方がいいんじゃないかな。どこ、これあってくんの。あー、そっち出てくるんだ。なるほど。オッケー。ここも来そうだよな。おお、降りてきた、降りてきた。これは、これは壊していいのかな。この敵嫌だな。オッケー。これ壊しちゃっていいか。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあそう、こいつはみんな、みんな花だ。上から落ちてきたな。紫ピクミンにドスンさ。あーっとっとっと、あらら、あぶねー。オチンの背中に取り付いちゃうんだよこいつら。おちょちょちょ、いいよ、ここだ。途中で休みながら行くんだ。オッケー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 。うわー、やばいやばいやばい、マジか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 、くそ、やられてないか、大丈夫かみんな。いけー、みんな、おーおい、ちょ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 、みんな大丈夫かこれ、大丈夫かこれ、みんな大丈夫か、大丈夫か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 、なんか一人やられてない。あの虫にやられたんだ、くそ。もうやもういやー、いやー、なんかまたいつかの段取りの試練でやらかしたと一緒じゃねえかよ、これじゃ。オッチンに、オッチンに任せて、みんな来て。あー、なんということか。あ、来た、よしよし。じゃあこれを、あ、これは何これ。あ、普通のお宝だ。あ、これ羽ピクミの方がいいかな、この方が早いわ。よし。これか、あ、これ。うん。オッケーオッケーオッケー。うん。これでオッケー。じゃあ先進もう。やられちゃったな。あ、でも言うほどではないか。でも5人は多いよ。うん、不満足な数字。うん、おお、あいつね、はい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 。起動？あ、違う、遭難者がいる、はいはいはい。これはちょっとやっとく。うん、紫ピクミンを、岩ピクミンにする。あ、いや、羽ピクミンにするか。うん、くる。ボンガジが、ポンガジ、ボンガジ、まあ、どっちもいいんだけど、一番謎だよな。何のピクミン入れてもその色のピクミンになっちゃうんだからな。すなわちピクミンを構成する、これ前も言ったかもしれないけど、ピクミンを構成する物質は根本的には一緒ということなんだろうな。どうしようこれ。ああ、なんか壊してくれる、ありがとう、お願いします。これさ、入れちゃえばいいんだよね多分ね。よし、 OKOK、 いいよー、よいしょ、 OK。 これ激辛使っちゃっていいな、激辛使っちゃおう。どこ行く、どこ行く、どこ行く、大丈夫か、いやピクミン、待ってね、オッケーオッケー。あ、まだ入った。ありがとう。もういいか、つかなくても、いける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 、よし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 。あ、モンスだ。じゃあみんなこれ壊してから行こうか。オッケーオッケー、みんな壊して、よし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 、運びつつ運びつつ、うん、あ、棒に回ってる。よしよし、で、これも壊しといて。うんうんうん。よし、箱投げて。うん、
綺麗になった綺麗になった。アッパジーじゃなかったね今の人。よし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 。うん。アッパジーだった。タッパ人だよ。パうん、はい。よし。この回は割とすぐ終わった。よし、行きまーす。4回。広そう。大体今まであった虫はみんな出てきたと思うんだけど、ああ怖いのがいなかったわ。なるほど。オッケー、ナイスだ、いいぞ。よしよしよし。で、まあ運ばせよう。よし、で、さっき進もう。うわー、なる、ここで白ピクミンが必要なことがわかるのか。なるほどな。4人しかいない。てって、てて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 てよいしょー。オッケー。で、これは白ピクミンにお願いしよう。よいしょ。加減が難しい。ん？あ、出てきた。こいつがいいのか。こいつ厳しいぞ。やばいやばい、あいつめんどくさいね、結構。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。よし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 。白ピクミンいっぱい必要じゃん、ここ。4人は心もとないぞ。あいつも出てこないのかな。これは壊させつつ。なんか待ってる、ピクミンが。え、いて、なに？うわ、なに？おい、マジかよ。またかよ、またかよ。この野郎ー！よし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 。大丈夫、大丈夫。もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫。もう大丈夫。よし。ああ、ごちゃ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 。激化どんどん使っちゃうもん。惜しむことはね。あ、これ壊しとく。金塊を運ぶ係はいて。おお、いい数字の列。ここ、あ、これはあれだな。掘らないとダメだな。これ掘っといた方がいいな。これみんなで掘ろうかな。何人かで掘ろう、これは。よいしょ。うん、落ち持って。で、俺はこっちの方に行って。あ、掘った。ナイスナイスナイス。運んで、で、これも運んでもらおう。よし、どこつながってんだろう。でこいつだな、オッチン欲しいな。これはさすがに、これやってもらおうか。うん、あそこに出るんだ。これでオッチンと行動できるんだ。いやでも別にあれだな、あちょ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 遠回りすれば別にオッチンもオッチン連れていけるよなこれね。開通させたことに意味があると思って、こっちから行こうか。この感じか。よし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 。OK。よし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 。OK。これもぶっ壊そう。おっと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 。あーじゃ
はい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 で、どうしよう。何ピクミンを入れようかな。羽ピクミンするか。うん。で、これも運んでもらって。うん。あ、もう一匹いけるか。オッケー。よし。で、みんな吸って。で、ここだな。飛んでる敵をまずやっちゃうか。激辛使っちゃうか。とっととやっちゃおう。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。なかなかやられないんだ、この人。マジ？マジか、なかなかやられないぞ。そんなに、紫ピクミンはダメか。オッケーオッケー。紫ピクミンならいけるか。オッケーオッケー、強い。全然強い。超強い。ここ入れちゃおう。羽ピクミン。これは、うん。で、これは紫ピクミン。紫ピクミン。白ピクミン。で、ほらほら。よいしょ。オッケー。あれ、あそこ入れるのか。これで終わりじゃないか、ここ。岩ピクミンだと基本的にぶつかるだけだから、そんなにってことなのかな。でも激辛付き合ってるからいけるかと思ったんだけど、やっぱくっつけないとダメなんだろうな、あの敵は。あとはどこにあるんだろう。よし、じゃあ先質問。ラストフロアだな。でかいの2匹いたってルイ言ってたけど、あ、なるほど。なるほどね。うん、全員花だ。95人いるけど、ちょっと怖い。光ピクミン出しておこう。よし。よし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 。これで光のまぶしいやつ使える。うわー、あれは多分確実に大王デメマドラなんだよな。もう一人どこにいるんだ。これ壊したか。おお、でか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 。どうやって使うんだろう。これ壊しとくか。よし、オッケーオッケーオッケー。刺激しないように。先方を刺激しないように。あ、でも一匹、一匹って書いてある。あ、じゃあ結局あいつしかいないわ。こういうことは。じゃあ、大王デビマドラって虫なのかっていう話があるんだけど。オッケーオッケー。これは何の意味があるんだろう。ダイオデマドラが来た時、これ開かせれば超ダメージよってことかな。人参をじゃあ、どうぞ。おっ、来た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 。皇帝の方か、多分。人参食べないかな。多分食べると思うんだよな。おい、食べるね、こりゃ。よしよしよし。使わせてもらおう。オッケーオッケーオッケー。いけるぜ。あれ、マジ？いける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 。おりゃ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 。いやー、たくさん。うおー、なに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 、マジか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 。うおー、そういうこと。あー、紫ピクミンがちょっとやられちゃった。そういうことか。じゃあまあ、しびれさせる。まあ、もう相手も使っちゃった感じなんだけど、まあ、これはこのまま、まあ、大丈夫、もう一回使えばいける。あの、ジャンプさえ使わせなければ大丈夫。あー、これ待った、まずい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 、危ない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 。
やばいやばい、どこ来る、どこ来る、もう隠れてば大丈夫か。おお、危ねえ。大丈夫なんでしょうか。皇帝には聞くのかな。あ、聞くわ。そしてここあるんだな、卵が。まあ人参でいいんじゃない。人参で省エネで行こうよ。省エネで、よいしょ、よし行くぜ。しびれるな。オッケー、よし。やばい、マジかよマジかよマジかよ、やばいやばいやばい、あぶねー。大丈夫か、大丈夫か、みんな大丈夫か。おか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 いや、ちょっとびっくりしちゃった犠牲は出してしまったが、よし、箱、これ前もなかったっけ、このアイテム。光君、ちょっとお仕事を少しだけ手伝ってあげて。アイリー確認中。エゾさん、ああ、最後の人だ。テラン調査の最後の団員だ。故郷の天候は常にあれ、晴天は一年に一度きり、晴れ渡る空への憧れが調査団に参加する。嫌な星だなぁ。うん。なんだかスケールが大きそうですね。これで終わりかな。うん。お疲れ。さあ、帰ろう。光ビクミン、ありがとう。使う事態にならなくてよかった。戻ります。おいやねー。最後光ビクミンの声がした気がしちゃう。挨拶してくれてるんだろう。うん、よし。どんな感じ。紫ピクミンに、あー、7か、合計。クリアを喜ぼう。ここのエリア、ラストフロアだけあって、難しいっすね。難しいというか、犠牲ゼロってなると、なんか、もうちょっと、なんか、本当にちょっと、大胆なプレイができない。よし、まあ今日も終わりでしょ。 50% 達成、やった。あら、運べるかな。よし、これも運ぼうか。うん、オッケーオッケー。これぐらい間に合うでしょ。あそこのお宝間に合わないかな。さすがに無理かな。無理だろうな、無理だな。よし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 、オッケー。じゃあ今日も帰ろう。終わります。お疲れ様でした。どうも、無事よかった。よくニスパ、うん、はいはいはい。エドって言うんだ。気象について研究しているんだよ。天気が良くて見てて気持ちがいいね。そうだね、なんか雨の日なかったかもしれない。うん、そういえば雨降んないよな。雨降ったらピクミンたちが大変だ。青ピクミン以外活動できなくなっちゃう。うんうんうん。あとローペ、それは青空に憧れだろうな。で、団長、全員揃いましたよ、これで。お礼はいかほどかな。うん。あ、いや、全然いいっすよ。おー、しゃべり50。旅行会社のツアーコンダクターの人の報酬と一緒だから、こっちの方が大変だったんだけど、ツアーコンダクターの人が上げすぎっていう説もあるな。よし、じゃあ、この辺にして今日は終わります。また。